一方、仙台市内の中学校の給食には、G7 の参加国の名物料理が提供されました。泉区の根の城石中学校の給食に出されたのは、参加国の一つ、ドイツの料理にちなんだフランクフルトやジャーマンポテトです。これは子どもたちにも、今回の科学技術大臣会合に関心を持ってもらおうと、特別に提供されたものです。生徒たちは栄養教諭から、ドイツは冬が寒く農作物が取れにくいので、保存が効くソーセージなどがよく食べられていると説明を受けると、うなずきながら味わっていました。とても美味しかったです。給食を食べてみて、もっとこうそれぞれの国の食べ物をこう自分でも調べてみたりとか、こう作ってみたりとか、そういうのでもっともっと知っていきたいなって思いました。